おはようございます。ひろちゃんこと矢作ひろみです。今朝というか1月12日の朝なんですけど、いやー、朝起きたら外が真っ白でした。おはようございます。ひろちゃんこと矢作ひろみです。昨日の夜はうんと寒くて、あら、すごいストーブ焚いてもなかなか温まんないなと思って、朝起きたらなんと一面雪景色です。ほら、復縁の宿です。まだ屋根にはうっすらの雪ですけど、ねえ、車の上もだいたいそうだな、 0.5 1センチまでまだ積もってはいないけど、ほら、すごい雪ですよ。よいしょ、ちょっと歩いてみようかな。感じの日ですね。毎年1月の、中旬、まあ今頃ってこんな風に雪降るんですよね。すごーい、うん、こんな感じですね、はい、車も真っ白になってしまいました。今日はこれからいわきに行かなくちゃいけないんだけど、うわー、すごーい寒ーい。あ、いや、はい、雪景色の1月12日雪景色の、はい、復縁の宿でございました。パチ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 、もう寒いから家に入ります。あ、いや寒かった。手がもう冷たくて感覚ありません。いや、今日は一日降るのかな。いや、寒い。最後までご視聴していただきありがとうございました。 Facebook アメブロ、 Twitter やってます。今日も皆さん素敵な一日をお過ごしください。じゃあねー。